あちゃ、れちゃんでーす。はい、ということで、今回、ジャンプチやっていきたいと思います。はい、お久しぶりでございまーす。いやねー、なかなかね、忙しすぎて、動画とか、まあいろいろ、撮ることができませんでした。編集もね、ちょっと忙しすぎて全然やれてないっていう感じなんですけど、まあ久々に動画撮ろうかなということで、まあ今回は、ジャンプチやっていきたいと思います。で、久々なんで、まあ、とりあえず、まあ、ジャブということで、まあ、ガチャ行きましょうかね。で、まあ、ジャンプチやり始めたきっかけが、まあ、ドラゴンボールのキャラクターが好きでやり始めたんで、で、久々に、ね、ドラゴンボールの記念が出たということで、ご飯をね、狙っていきたいと思います。ということで、ガチャの方に行きましょう。はい、ということで、怒りの覚醒孫悟飯。これはスーパーサイヤ人2かな ?1 かな多分2だよね。こちらを狙っていきたいと思います。いやー、ルービー結構貯めたよね。今回の、まあ、5周年のルービーすごい配布、やばいよね。1万3000まで貯まりました。ということで、まあ、引いていきましょうかね。ピックアップはこの2体ということで。まあ、こっち出たら売却してっていう感じかな。では、引いていきましょう。じゃあ、まず10連目から、いきたいと思います。久々なんでね、当たるかな?これ当たったら嬉しいけどね。さあ、まず最初は金から。一発目に当たる可能性もあるから、あー当たんない。では、20連目。あ、2回目あれなんだね。750じゃなくて1000になってる。じゃあ20連目。さあ、シルバースタート。さあ、20連目はどうだ?あ、当たらず。はい。では、星5が1体確定の30連目。なんで750なくしたんだろうね。まあ、とりあえず引いていきますか。はい。これは、あれなのかな?記念じゃないパターンかな?なんか虹から始まったら、なんか記念出るっていうイメージ、おお、すごい!があるんですけど。これの次と、2個飛ばしだっけ ?1 個飛ばしだっけ?これの次かな?どうだ?あー。はい、ということで、とりあえず星5は3体出ました。友情だっけ?友情強いよね。3体とも。これも強いし、まあいいんじゃないかな。では、40連目引いていきましょう。なあ、金スタート。上がれ!お、いいね。40連目も来た。お、2体。来い。おー。いいね。日和?今回のキャラクターっすね。さあ、もう1体は誰だ?あー、あんずっか。はい、ということで、光月日和、合ってるかな?当たりました。あ、挑発と回復と、マルチチェイン。なるほどね。で、友情が、プチ破壊と、攻撃力アップが。これは友情の方が使いやすいのかなって感じがしますね。はい、ということで、50連目。星5が2体確定。これ結構ルビーの消費が激しい。天井まで行かないで当てたいな。できたら。さあ、金スタート。2体確定です。ワンチャン天津飯も狙っていきたい。さあ、連なっております。あー。どうだ?あー。あ、でも持ってないんじゃない?はい、ニューキャラ、ザンダス当たりました。ケットの場合20%とか。なるほどね。
あんま使わないかな。まあ、でも、あざっす。はい、ピックアップ記念キャラ1体確定で出現。これで当てたい。さあ、どっちが当たるか。2分の1。まあ、片方持ってるから、いやそっちが出そうな気もするけど、どうだ。お、2体。来い。ああ、だよね。さらに、来い。ああ。はい、ということで、記念は悟空の方が当たりました。これは天井に行ってしまうのではないでしょうか。70連目。ああ、シルバースタート。頼むぜー。おー、いいね。ごごってます。一体。はい、これの次です。カモーン。うおお、これはやったーよっしゃー。はい、ということで、記念のご飯当てました。いや、天井まで引かんで当たってよかったわ、マジで。あ、最初はあれなんですね。スーパーサイヤ人の方から始まるんですね。いや、嬉しい。ね、ダメージ軽減無視の 469% か。最初が。すごいね。で、120% で反撃。の必殺が 10% アップ。わ、強いね。もう初回からこんだけ。行くのか。いいね。で、まあ、友情は、あれか。まあ、そこそこって感じか。で、特性があれですよね。20% 以下の時に、ダブルタップになるって感じなんで、まあ、決闘の4枠目まあ、基本決闘の4枠目で使うのかなっていう感じがしますね。あとは、普通に、あれか。超究極で、まあ、割合ダメージ受けるんで、それで使うのがいいのかなって感じがしますね。やったー、ありがとうございます。結構ルビー残った。嬉しい。はい、ということで、とりあえず当たりました。そうだな、時間的にまだあるから、まあ、記念確定のガチャチケが何枚かあるんで、まあ、それちょっと引いて終わりにしようかな。この辺2枚いっちゃいます？じゃあこの辺2枚いきますか。じゃあこれいきましょう。出現のやつは、あ、これわかんないのか。じゃあ引いていきます。さあこれ星5が10体だよね。いいね。さあ記念は、あー、かぶったけど、まあ嬉しいね。持ってなかったら嬉しかった。あとはニューが出るのを祈るのみ。ああ、いいね。このキャラはあり。これは持ってないんじゃないか？ハズゲアザス。これは持ってる。アムクロ。あ、持ってないやつ。やったぜ。で、これさっきも被った。これは持ってる、持ってる、終わりかな？はい、ということで、ニューが3体出ました。こんなんいたんだ。あ、必殺プチ変換。あ、いいね、いいね、いいね。いい感じ、いい感じ。上げれば強くなりそう。そしてこれを持っていなかった。持ってたと思ったんだけどな。結構昔のキャラですよね。そして、ワトリのキャラが当たりました。これも必殺プチ変換か。あざす。さあ、ラスト、これ引いて終わりにしていきましょう。さあ、記念がね、いい感じのも出るということで。持ってないやつ来い。よっしゃ、コピー来たー。最高っすね。おー、ナルト、ナルト。次は、ナルトか。あー、ナルトじゃなーい。ヌーベー。ラックだっけ？ラック。いいね。琥珀。
ドレーク、筋肉マン、持ってるやつ多いな。あ、いいね。はい、ということで、記念枠はイタチでした。いや、やっとコピーキャラが手に入りましたね。1体しか持ってなくて、黄色属性しかいないんで、ま、黄色のコピーしか使えてなかったんですけど、赤のコピー使えるようになるの結構でかいっすね。いや、あざーす。はい、ということで、いかがだったでしょうか。天井まで引こうと思ってたんですが、まあ、80連で出たということで、途中でやめましたが。いやー、やっぱあれだね、結構ガチャ引いても、まあ、80連、90連、天井まで行かないと全然当たんないということで、いや、これ、今回、ちょっと早めに出てよかったなと思いました。で、これ終わったら、育成して、まあ、12までね、育てるかはわからないんですけど、まあ、とりあえず、使ってみたも、まあ、取れたらなと思います。はい、ということで、今回こんな感じで終わりにしようかなと思います。ここまで見ていただき、ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。概要欄に Twitter のリンクも載せてありますので、フォロー、ぜひぜひ、よろしくお願いします。ということで、また次回お会いしましょう。またねー、バイバーイ。